どうも、こんにちは、とにかです。今日はね、服が高い理由についてお話ししたいと思います。はい、結構ね、やっぱデザインズブランドは値段が少し高いので、その辺の、なんていうか、なんで高いのかっていうところを説明を、今日は簡単な説明をしていきたいと思います。はい、大きく分けて3つありますね。はい、まず第1に生地。そして第2に、セサマイス。第3に、外注という部分ですね。はい。大きく分けてこの3つになるかなと思います。はい、で簡単に説明していくと、生地はやっぱ思ってる以上に皆さんがね思ってる以上に高いんですよ。ちょっと調べて、生地ねっていうのは本当もうピンキリにはなるんですが、やっぱりデザイナーズブランドさんが使う生地というものはやっぱり皆さん手に取って見ていただいている人は分かると思うんですけども、圧倒的にやっぱ違うんですよね。そのお値段が安いものと、やっぱりそこが値段に比例しちゃうというのはやっぱり生地に大きく関わってきていますね。はい、そこはもう触ってみてもらうと分かります。はい、こういった細かいところはまた別の動画で話します。生地ですね。はい、でそして第2に生産枚数について、生産枚数は本当そのやっぱ数十枚とか多くて数十、多くて100とかですか、多くてデザインズブランドとか作る服の枚数でね、売れてる分はもっと作ってるでしょうけども、一般的なデザイナーブランドさんが作る服というのは大体は数十枚、多くても1000枚とかも多分作る、1型1000枚を作るブランドなんか、なかなかないと思うんですが、今のねインフルエンサーのが作っているブランドとかはいざ知らず、うちで取り扱いをしているようなデザイン、ドメスティックのブランドに関して言えば、おそらくはね、多分そんなに作ってる枚数、一型についてそんなに作られてるブランドさんは少ないかなと思います。はい。で、そういうブランドになってくると、どうしても枚数がね、制限されてきちゃうので、1枚単価がどうしても上がっちゃうんですよね、工場に頼む。それがさっき言った第3につながる外注の部分ですね。工場に出さない人だ、作れないので、自社で全部塗ってるわけじゃないので、デザインブランドさんは今うちでやってるのでドメスティックブランドさんは大概皆さん工場に出して生産をしていただいているものばかりだと思うんですが、工場に出す場合はやっぱりこう枚数が結構勝負になってきますね。はい、やっぱ10枚作るのと100枚作るの1000枚作るの全然違うんで、それに対する1枚単価っていうものがもう全然変わってくるんで、そこがやっぱりドメスのブランドはやっぱ枚数が少ない、それが付加価値になってるんですけど、枚数が少ないというところはどこにでもある、誰にも持ってるっていうところには繋がらないのは、そこには繋がるんですが、そこは今イコール、付加価値とともに値段も上がってしまうという部分に繋がっております。はい、この辺はちょっとね、かといってでもね、やっぱ高いものは高いんやけって話になるんで、なかなかそれだけが理由で納得できるかって言ったらね、そうはいかないでしょうが、その辺はやっぱりその付加価値の部分ですね、そのあまり誰も持ってないという部分と、こういったでそういった要は気に入っていただけるデザインのものであるかどうかというところですよね。これを着たいと思えるかどうか、それよりもいやもう値段がってなるんだったら、もうそれはもう絶対買わない方がいいと思うんで、もう値段がってなるんだったらもう絶対避けた方がいいかなと思います。もうそこで判断しちゃってる時点でそのデザインは多分気に入られ特別気に入ってるわけではないと思うんで、やっぱりこう安い服じゃない分うおーっていう感じ、こうテンション上がるもんであってほしいと思うし、そういう気持ちになられへんお洋服はやっぱ手は出す必要もないのかなと。お金もったいないんで、それはそれって多分買ったら買ったでね、多分値段もする分使おうと思うと思うんですが、だから一概には言えないんですけども、やっぱ値段はイコール付加価値につながってるんで、そこをどう捉えていくかっていうのが、皆さんそのご購入いただいている皆様方が、捉える部分にはなるんでしょうかね。でもざっくりその服が高い理由というのは、今言った生地値が高いという部分と、生産枚数が少ない、そして外注工賃が高いというところですかね。工賃も高いから、そうですね、この3つになるかなと思います。はい、今日はね簡単にその服が高い理由について、3つ挙げてお話ししていきました。じゃあ今後ね、この服が高いっていうところについて、今結構ドメスがね年々こう上がってる状況じゃないですか。これは結構僕もお店を10年近くやってて、本当日々日々
年々感じている部分ではあるんですけども、じゃあこれが今後安くなるのかどうかっていうところについて、安くなる可能性があるのか、期待できるのかっていうところについて、次の動画でお話ししたいと思います。今日は簡潔な動画となりますが、以上、3つの理由によって服が高いということについてお話しさせていただきました。はい、次回のね、その次回になるか分かんないですけど、次の動画では、服が今後そのさっき言った通り高くなっていくのか安くなっていくのか、そのどっちの可能性があるのか、どっちの可能性が強いのかっていうところについてお話していきたいと思います。はい、そんな感じで本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。